それではここからは、その今述べました法難法を踏まえまして、皮膚性数の二進十進変換という話に進みたいと思います。テキストでは 2.3 項です。で、ここでまず、述べたい点としては、この皮膚性数の二進十進変換というのが、法難法のアイデアで効率化できるということです。それからもう一つ述べたいのは、多分皆さんの中にはですね、今日説明する計算の仕方はすでに、高校か大学のどこかで習ったという人がいるかもしれませんけれども、多分その時になぜそのやり方で正しく計算できるのかというところまでは説明を受けた人は少ないのではないかと思います。実はそれらの方法というのは実は法難法の原理に基づいているということも今日は知っていってください。ではまずその皮膚性数のですね、二進表記を十進表記に変換する計算を取り上げます。でここからの数の表記の仕方なんですが、二進表記と十進表記が頻繁に出てきて入れ替わりますので、注意が必要な場合にはこのような形で数値の両分けを括弧でくくって右下に2とか10とか書きます。でこの右下はその難進法っていうのを表していますので、注意してください。例えば今 M としてですね、101101というこれ二進法での表記ですね。こういう数が与えられると思うとします。で、これの十進法による表記を求めたいということで、答えから言うとまずこれ91なんですけれども、これはどのようにして求まるかというと、二進法を十進法に直すんであれば、これ二進法の各位というのはこれ、十進法では2の0乗の桁とか2の1乗の桁とかっていうふうにこう対応しているわけですね。で今この M の二進表記で0でない桁っていうのは2の0乗1乗3乗4乗6乗の桁ですから、これらの数を全部加えれば、91が導かれるというわけです。これが非常に単純な十進表記の求め方ですね。でこれを実は法難法を使うともう少し早くできるっていう話です。でどういうふうにやるかって言いますと、多項式を考えます。MX として、この二進法の桁をですね、係数に持つような多項式をこう考えていきます。で、しかもその二進法のですね、桁位の高い方が、その X の変数のより高次の項に対応するわけですね。でこの場合ですと合計1の位から2の6乗の位まで7桁ありますので、一番高い位2の6乗の位をの数をこの x6 乗の係数に対応付けます。同じようにして他の位の数もそれぞれの次数の項に対応係数に対応付けるわけですね。でそうしますとこれ mx っていうのが 1×x の6乗プラス 0×x の5乗プラス 1×x の4乗プラス点点点点ってこういう多項式になるんですけれども、 mx をこのようにして表しますと、その m のスモール m の受信表記を求める計算というのは実はこのラージ mx に2を代入する問題に帰着できることが分かります。ということでこの受信法を求める問題をですね、この mx という多項式に2を代入する問題と見なして、その代入に法難法を適用すると若干計算が効率化が図られるというわけです。じゃあ具体的にそのどのようにして計算するかというと、こんな感じですね。今m の2を計算してますけれども、こちらにありますように、そのまず一番上の桁を2倍して次の桁は0ですので加えないと。それを2倍して、その下の桁は1ですのでこれを加えると。さらに2倍して、下の桁は1ですからそれを加えるという形で計算をしていきます。でそうしますと、当たり前ですけど、これ法難法に従って、91という受信数が得られるというわけです。で、今日はこの計算量の細かい比較までは、ここの授業では時間の都合で行いませんけれども、興味のある人は各自で、この素朴な代入の場合と、それから法難法を使った場合での、その計算量の差というのを見積もってみると面白いんじゃないかと思います。では、次にですね、その逆に十進表記を二進表記に直す計算ですね。これも多分すでに見たことがある
人がいるかもしれませんけれども、一応ちょっとやってみたいと思います。今はその引く与えたその91をですね、2進数で表記しましょうということなんですけれども、これは順番にですね、その与えられた数を2で割っていくという計算を繰り返します。まず91を2で割るんですけれども、まあ、このような書き方をしまして、91を2で割りますと、小が45で余りが1になりますから、小は91の下に書いて、余りはその小の右隣に書き出します。で、今度は同じように45を2で割りますと、右側のこちらですけれども、小が22で余りが1になりますから、このように書き出します。で、22を2で割りますと、小が11で余りが0ですから、このように書きます。で、同じように、どんどん出てきた、小をですね、2で割るのを続けて、最後にその小が0になるまで、この序断を繰り返します。そうしますと、こういう数の表ができるわけですね。で、この表が出来上がった後で、この表の右側にある余りの列、これを、下の方から順番に、取っていって、左側からこう順番に並べると。で、そうすると、91の2進数による表記が得られるというわけです。で、じゃあ、このやり方を習った人はいるかもしれませんけれども、じゃあなぜ、このようなやり方で正しく91の二進表記が得られるかといいますと、実はこの計算、一連の計算が、コーナー法のようなやり方で、91をですね、展開していることに、と位置づけられるわけですね。このような形で、まず91を最初2で割りました。この時は、45×2 プラス1と表されたわけですね。で、45を今度は2で割ると 22×2 プラス1というふうにこう展開されます。というふうにしてざーっと繰り返していきますと、実はその先ほどですね、その2進数をその10進数に変換したときに、コーナー法を使ったものとその同じような展開を計算していたということになるわけです。まあ、これによって、今のやり方で、10進数の二進表記が得られたということになります。まあ、仕組みは単純だとは思うんですが、一応ちょっと皆さんで各自よく見ておいてください。ここまでよろしいでしょうか。